フェイキーオーリーのコツはオーリーと一緒で進行方向が少し変わるっていうのが難しいところです。まず乗り方なんですけど、乗り方はオーリーと一緒で、で板を弾くときは進行方向に弾いてやるだけです。で乗るときは後ろに体が行きすぎるとまくられるので、板に垂直に立つイメージで弾いた方がいいです。で着地のときは膝を使って曲げたら安定するし成功率も上がると思います。これがフェイキーオーリーのコツです。フェイキーオーリーのもう一つのコツはフェイキー方向に進むのが一つと、あとフェイキープッシュになれるっていうことがまず前提で大事です。これができればフェイキーオーリーも簡単にできることができます。これはオーリーができればすぐできる技なので頑張ってください。